はい、お疲れ様です。今日は4月19日です。はい、で、ここにですね昨夜、何でしょうね、ご機嫌だったのかな、焼きおにぎりらしきものを作って諦めてるのがなんか形跡がありますね。これ多分ジップロックで冷凍しようとしたんだろうね、これね。じゃあとりあえずこれやり残しやっていきますか。多分余熱を取ってみたいな、そっからやろうみたいな感じで力尽きたんじゃない。やばい、これもうくっついちゃってんじゃんこれ。ちょっと待って。お、いけた。一旦ここでもう一回形成しとこうね。お、いける。昨日ね、私は定休日ということで、動画も作り掃除もして、で本当に何も予定がなかったからゆっくり過ごすことができてね、で定休日を満喫してたんですけど、でステーキを焼くぞっつってステーキを雨の中買いに行って、でご機嫌だったんですけどね。で今日は、午後からレッスンがあります。よし、じゃあ冷凍します。どうなのこれ。うん、あ、うまい、うまいじゃん。はい、で私はですね、最近しらたきにハマっておりまして、まあなんちゃってダイエット風生活を今送ってるんですけども、しらたき最強じゃねってなってるんですよね。で今のところ白滝のレシピって白滝冷麺しかございません。でちょっとね調べてたんですけど、どうやらカルボナーラが作れるらしいということで、白滝カルボナーラに挑戦してみたいと思います。できんのか。なんかすげえ簡単そうなんだけど、ちょっと勉強しますね。いくつか見て最終的には自分が好き勝手やるんで、はい、やっていきます。で、しらたき400とか使っちゃうと失敗した時に食べるの辛くなるんで、半分ぐらいにしようと思います。チーズ、まずはしらたきを洗います。ちょっと保険で、いつものベーコンとキノコのサラダも作っておきます。半分だけ使おうね。もうサラダ先にやっちゃうか。カルボナーラ用とサラダ用ってことで。こっちはサラダ用です。で、いくつか見たんですけど、ちょっと白滝煮るっぽいんですよね。軽く茹でます。で、ここに下味をつけておくということで、コンソメ入れてみようかな。どういう順番でいこうね。あ、で、卵、そして、なんか粉チーズで本当はやるらしいけど、とろけるチーズでもできますってなってました。こんなもんかな。混ぜます。チーズ多かったかな。
わからん。最初の1回目だから。こんぐらいでいってみるか。はい。はい、サラダは完成です。白滝半分しまっときます。ベーコン焼こうか。どんぐらい茹でればいいんだろう。わからん。見たら白滝を移して、ちょっと待って、これスープにできんじゃね。だってただのコンソメスープでしょ。うん、じゃあここにこれ入れます。で余熱で混ぜる。あ、ちょっと火が強すぎたか、これは。ちょっと卵がね、あれっすね、火通り過ぎちゃってる感がありますね。もっと温度下げてからやりゃよかったかな。いや、いけるいける。あ、オリーブオイルちょっと足そう。ちょーい、はい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 。あ、いい感じかも。すごい匂いはね、カルボナーラです。で、ブラックペッパーあったっけ。あれ、ブラックペッパーないの。嘘、なんで。あ、あるじゃん、あるじゃん、絶対いるでしょ。すげえ、見た目は限りなくカルボナーラが出来上がりました。どうなんでしょうか、白滝カルボナーラ。いただきます。うん、あ、うん、なるほどね。うん、食べれなくはない。うん、いや、美味しいよ、全然美味しい。味は完全にカルボナーラです。でもやっぱこれ慣れかな。この冷麺はさ、白滝っぽいじゃん、そもそも。なんかツルツルで、パスタってさ、どうなんでしょうね、この白滝の食感が。いや、でも味付けはめちゃくちゃ美味しい。食感だな、慣れだと思う。美味しいです。はい、もう間もなく生徒さんが来ると思います。今日は次のレッスン終わったら結構時間空くんですよ。はい、レッスンが1個終わりまして、次のレッスンがね、夜なんで、この空き時間にね、久しぶりに、ウォーキング行きたいと思います。かなりサボってましたんで、久しぶりに行きます。ちょっと雲行き怪しいんですけどね。一応天気予報ではね、曇りなんで、プラッと小一時間行っていきたいと思います。
コース変えよう。ジョンスコのインタビューを聞きながら行きます。はい、散歩から戻ってきました。で、ついに、届きました。第3回コロナワクチン接種券、ようやくですよ。自分の番が回ってきました。見てみようかな。はい、1回目、9月23、2回目10月28でようやく3回目です。またなんか書いて、あれ今回はファイザーだって。あら、モデルナだったんじゃないかな。まあ別にどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、じゃあブレンドみたいな感じが集団ですよね。お、練馬総合病院あるね。これあのすっごい近いんですよ。ここでいいんじゃない。前は石神井公園まで行ったんですよね。はい、もう練馬総合病院でやりましょう。近いんで早速予約してみようかな。お、はいはい、出ましたね。で、練馬空きなし。そうですか、厚生会鈴木病院、これもね近いです。はい、ファイザーらしい。4月は全て埋まってます。5月、ちょっと待ってよ。これはね気をつけないといけない。また熱が出てっていうことを考えて、その次の日とさらにその次ぐらいまで空いてる場所を選びましょう。いけ、5月9日の10時、言いました。これで11と12は一応開けておくってことにします。ファイザーの方がそんなに辛くないみたいな話も噂では聞きますけど、わかんないので、念のためです。